こんにちは、川野義彦です。今回は大麻、マリファナの合法化について話していきたいと思います。まず前提として、僕は麻薬とかドラッグを勧めているわけではありません。大学で法学部法律学科を卒業しましたので、法律を学んだものとして、どういうふうに大麻、かっこマリファナについて、見解を持っているか、そして僕の意見を、公開していきたいと思います。そもそも、ダメ絶対っていうふうに書かれているように麻薬、ドラッグ、大麻というものがごちゃ混ぜになっているんですね。そして全てダメですよ、全て危ないですよというふうに国が国民にアプローチして、それについてもう全部危ないものですよというふうになっていますので、当然僕もそういう、教育というかそういうふうに思い込まされていたんで、全然全くそういうことについて調べることもなく、手を出すことも全くなかったです。しかし自分のライフワーク、好きなことで生きるということを追求してきてもう11年以上になるんですけれども、そのライフワークで生きていく中、どんどん視野が広がりました。そして視野が広がって価値観がどんどん多様化していく、その中でそういった大麻とかドラッグとか、そういったこれまで全く目を向けていなかったことにも勉強するようになりました。で、実際僕はドラッグとかやったことないんですけれども、大麻は世界的にどんどん合法が進んでいるんですね。ですので2020年、これから日本もどんどん大麻というものが認知されて、もうもはやビジネスですね。もうビジネスと医療と、そして趣向、その趣味ですね。そういった3点の部分で、3つの分野で大麻というものは、拡大してどんどん広がっていくと思います。というかそういったもう可能性が秘めているものですし、実際大麻というものは、まあ、言ってしまえば雑草なんですよね。もう草ですよ、普通のそこら辺に生えてる草なんで、全然薬とかドラッグとかとは全く別物ということです。睡眠薬一つにとってもドラッグにしても、そういった化学合成物質ですね、それとケミカルのものは僕は一切取らないんで、勉強していく中、大麻というものは自然に生えている 草だということに初めて知った時は驚きました。日本で現在合法になっているものが大麻の中の成分である CBD という成分ですね。で、この大麻の CBD というものは CBD オイルとか喫煙ですね、煙を吸うものですね、用途があるんですけれども、その CBD というものはどういう成分があるかというと、リラックスとか、うつ病の改善とか痛みの軽減とか、あとアトピーとか、そういったかなり多くの、メリットがあるんですね。で、それでいて天然の成分であって、もちろん草なんで天然の植物を入れることになるんで、副作用がないっていう部分がかなりでかいんですね。なので世界中ではこれをかなり医療に使ってます。がんの、痛み軽減とか、またはそういった関節痛の痛み軽減とか、または精神的な作用もありますんで、リラックス効果があって、そして競争心がなくなるんですね。ですのでこのリラックス効果をかなり必要としている、うつ病の人とかノイローゼの人とか、例えばスポーツ選手で、緊張するとか、あとプレゼンで緊張するとか、いろいろありますよね。そういった方々にかなり、手軽に安全なものを手に入れるということが大麻の CBD というものの効果でありメリットになると思います。それでは実際にどういうふうに楽天で CBD が売ってるか、 CBD オイルなどをそういった大麻、マリファナの商品が売られているかということを見ていきたいと思います。楽天のキーワードから探すで、ここで CBD と打つと、こういったサジェストが出ますけども、このリキッドとかオイルとかワックスとかグミとか、いろいろありますよね。実際にこの CBD だけで検索してみると、こういったリキッドとかワックス、あとこういったオイルですね、ヘンプ系のやつがいっぱいありますね。 CBD オイルがたくさんある中、本当にいろんな企業が参入していますし、実際に海外とか日本でもこういった CBD 大麻マリファナから、CBD のみを抽出して、こういった安全で、かつリラックス効果があるCBD の効果を体感できるような商品というものがもうすでにたくさん発売されている
そしてたくさんの人がこれをこの効果を実感して実際に愛用しているってことですね。まあ、例えばこういったオイルですね。こういったオイルに、ね、行くとこの濃度とかあと何ミリリットル入っているかって結構バラバラなんで、それによって人の、まあ、こういったあれですね、クールとか生活習慣の改善とか、まあ実際こういう風になっていますね。でこういった生成するわけですよね。 CBD と THC などそういったものを分ける生成をして、そしてこういう商品化になっていくという流れになりますね。で CBD オイル と、リキッド、まあこの2種類に大きく分かれるんですけど、 CBD オイルっていうものがあのこういった舌下吸収ですね、舌の上に垂らしてこの液体、まあ、オイルを飲み込むというそういった摂取の仕方になりますね。そしてリキッドは普通の電子タバコのように吸引する方法ですね。基本的にこのオイルは、かなり熟睡できたりとか、まあ、本当に精神的にリラックスするっていうことがかなり多く、まあ、聞きますし、まあ、実際そういう体験談も多いので、まあ、よかったら、まあ、こういった商品がありますよということで、まあ、興味があればご覧いただければと思います。他にもいろいろそういった商品だとか、まあ、あとグミとか、あと食品は実際日本に出回るか分かんないんですけど、まあ、そういった CBD 関係のマリファナアイテムっていうものがどんどん日本に上陸して、普通に手軽にまあ食べたりとか吸引したりとか飲んだりとか、そういった普通のまあ一サプリメント的な時代になっていきます。で逆に NG なものは何かっていうと THC ですね。テトラヒドロカンダミノールという物質ですけれども、その THC というものは CBD と違って覚醒作用ですね、興奮物質、興奮作用があると。だから逆なんですよね。あの CBD は鎮静化する、抑制するっていう、リラックスするっていう効果があって、 THC っていうものは逆にそのアッパー、上に上がってしまう、興奮とか覚醒とかになる、こういう作用がありますんで、その一つタイマーというものにしてもその成分、それを抽出して THC を取り除いて CBD だけにするという、そして CBD だけのオイルとか喫煙のものとか、そういったグッズというものが現在の日本ではここが合法になっているんですね。でこれからますますこの大麻というものは広がっていきますんで、かなり多くの企業もここに参入しようとしています。で実際もう今ではもう大麻ビジネスとマリファナビジネスと言われるぐらい、かなり市場規模がでかくて年間5億円以上ですね、そういった市場になっている。まあ、そもそも今回の動画で伝えたいことは、大麻とか、ドラッグとかそういった境目とか全く分かんなかったんですよね、僕自身も。で分かんなかったけれども、ちゃんと調べればそういったブラックなのかホワイトなのかグレーなのか、でそういった選別が自分で判断できるようになるんですね。でそういったことを、ほとんどの人は国がこれダメですよとか、テレビとか、新聞とかマスメディアがこれこうですよっていう、その最初の印象、インプレッションで人はもう判断してしまうようになっている。でそれこそが洗脳されているっていうふうに僕は思ってるんですけども、その洗脳を自分で解除する、自分の思考で考えるということですね。それが非常に重要だと思います。つまり思考停止状態にならないということ、自分の思考で考えて真っさらな状態で自分でリサーチして、そして自分で確証を得た情報を自分の人生に取り入れていくってことですね。そういうふうに自分の人生を切り開くためにはこの思考が非常に重要です。この思考が重要なので、何も考えない思考停止状態の人は本当に国だとかマスメディアの情報に流されて知らず知らずにコントロールされて生きるようになるんですね。で過去の僕もそういう生き方をしていたんで非常によくわかるし、楽ですよね。何も考えないで流されるまま生きるっていうのはある意味楽なんですよ。けれども自分の人生を生きる、人生をコントロールして生きるっていう生き方にシフトしたいならば、そういった思考停止状態をやめなきゃいけないんですね。ですので有益な情報を仕入れて、で自分の中で消化して、そしてそれを実践していくという、そういった人生の作り方、自分の好きなことを発掘して生きるということを、
僕は情報発信していますので、ブログとか SNS とかもチェックしてみてください。そして補足しますと、大麻は所持してはダメなんですね。所持と栽培は NG、 違法だと思ってください。もちろん僕も違法行為はやりませんし、ドラッグには手を出さないんですけども、大麻というものの法律がかなり現在ではあやふやですので、実際に大麻を所持していたり、大麻という植物を自分で栽培していたりっていう、そういった方は自己責任になりますし、逮捕される、まあ、捕まるリスクもかなりあるということを、知っておいてください。あと CBD はサプリメントもありますので、かなり睡眠が熟睡したりとか、リラックス効果で精神が安定したりとか、そういった、効果も普通に、商品として発売されています。まあ、インターネットとか、あと薬局とかスーパーとか、もっと拡散して大麻というものの合法化が進み、それが商品化されて、より多くの人に大麻のメリットを体感するような、そういった時代が来るはずなんですね。2020年はそれが、そういった大麻マリファナ市場が、かなり拡大していく中、アメリカのニューヨーク州が、合法化したりとか、あと他のカナダとかオランダではもうすでに合法になってるんですけれども、そういった道端で普通に大麻を吸うっていう、それがまあ当たり前になっていく。日本では完全に合法化するまで年数がかかったり、まあ、またはそこまでは完全に合法はならないかもしれないんですけれども、そういった大麻の一成分、効果のある一成分だけは、安全に摂取できるような風にどんどんそれが拡大していって、まあ、ある意味それを必要としている人が安全に使えるっていう、そういったレベルになってくると思います。それが医療の面ですね。そしてまた嗜好性といわれるその趣味の自分の娯楽の部分で大麻を摂取している人もいるんですけども、そういった人は地下マーケットですね、やっぱり表に出ないところでそこが売買されてますんで、実際それもかなりグレーというか、まあ、危ない、まあ、グレーゾーンの病気になりますね。で、僕はもちろん大麻を買ったこともないし、育てたこともないんですけども、確かにその CBD というもののリラックス効果だったり、そういった精神作用というものは確かにメリットは大きいと思います。それでは今回は大麻、マリファナ、ドラッグについて僕の見解を話しました。僕のチャンネルではライフワーク、ウェブマーケティング、そして心と健康などについて公開しています。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録や高評価ボタンをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ありがとうございました。